こんにちは、シナモダンスです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのは、スズキ GS400 のご紹介となります。こちらね、クーレーの2気筒エンジンを搭載した、なんといっても代名詞はサウンド、スイッコン系サウンドというですね、今でも、ね、非常に人気のある車両です。早速ご紹介したいと思います。まずフロント前ですね、ヘッドランプです。大きなレンズはね、メッキ部分のサビ色ね、そういったところもご覧ございませんね。メーターです。こちらもね、転倒によるね、ケース割れ、そういったものとご覧ございません。ウインカーです。オリジナルのウインカーですね。スペオレやね、レンズ割れもちろんございませんね。はい、フロントオークです。オイルにじみやね、ペンサビ、そういったものとご覧ございませんね。ダストブーツもね、しっかりと装着されております。はい、フェンダーです。ビートのフロントフェンダーとなります。転倒による、ね、フェンダーはね、塗装剥がれ、そういったものもございません。はい、足回りです。メッキのスポークオイルとなります。大きな、ね、スポークオイルね、そういったものございませんね。あとね、ホイール曲がり、そういったものもご覧ございません。ブレーキはシングルディスクとなります。サビ色、キャリパー固着ね、そういったものもございません。はい、ではね、サイドマットエンジンです。はい、ヘッドカラーの大きなオイルにじみ、キャブレターかなんかするこれね、そういったものございませんね。ポイントカバー、クランケース、こちらも転倒によるね、大きな傷はございません。キックスターター付きとなります。はい、フレームですね、こちらもね、転倒による大きな、ね、曲がりなどございませんね。サイドカバー、こちらもね、ビートのアルフィンカバーとなります。はい、ステップです。オリジナルのステップですね。はい、そしてマフラーです。メッキのショート缶となります。サウンド、後ほどご紹介したいと思います。はい、リア車前です。はい、こちらもね、スポークホイールとなります。大きなね、ガリ傷、曲がりなどね、そういったものも見受けられませんね。はい、ではリア周りご紹介です。はい、角張ったね、テールレンズ、いかにも旧車というね、雰囲気ですね。フェンダー付きでオリジナル状態キープですね。はい、シートです。はい、大きな破れっきでありませんね。タンデムシートの、こちらもね、非常にね、座り心地良さそうです。グラブバー付きとなります。タンクです。はい、ブラックとシルバーの、ね、コンビネーションのタンクです。大きなへこみ傷ね、そういったものとご覧ございませんね。はい、ではね、タンク内ご紹介いたします。はい、タンク内です。はい、こちらも大きな作業色ね、出ておりませんね。はい、ではですね、エンジン始動いきたいと思います。ハンドルはアップハンドルとなっております。構えやすそうですね。GS400 実力、非常に楽しみです。ぜひお楽しみの方、お待ちしております。